ンナさん、今日は恋人の記念日ですね。新商品の売れ行きはどうですか？もう完売しちゃった。本当ですか？本当本当、もう飛ぶようにみんな売れちゃった。おめでとうございます、アンナさん。全部神竜様のおかげよ。ありがとう。でもせっかくなので一つぐらいは完成品を見たかったですね。実は一つ取っておいたの。はい、これ。わあ、素敵な仕上がりですね。これはみんな欲しくなってしまいます。よかったらあげるわ。え、でも。それは売り物じゃないの。一番うまく作れた神竜様用の特別な非売品、受け取ってもらえると嬉しいな。一番うまく作れたって、それをもらってしまっていいんですか？もう鈍いわね。どういう意味かよく考えて。だって今日はほら特別な日だし。あ、私はまだ子供だからそういうのには早いけど、神竜様と仲良しの印ってこと。嬉しいです。喜んでいただきますね。ありがとうございます。代わりにこれを受け取ってください。約束の指輪です。え？なんでこんなに大事なものを。大事なものだからこそアンナさんに受け取ってほしいです。恋人にはまだ早くてもパートナーにはなれると思いませんか？そうね。現に私たち新商品を生み出したパートナー同士だもんね。ありがとう。指輪受け取るわ。私とっても幸せ。私もです。さてと、明日から忙しくなるわよ。職人に頼んでそのネックレスを大量生産してもらわなきゃ。神竜様がつけてるネックレスよ。もう売れる要素しかないでしょう。たくましいですね、アンナさん。私はいつでも応援していますから。行商人としてのあなたも、パートナーとしてのあなたも。あなたとなら世界一の行商人にもなれちゃいそう。いつか家族に会えたら大切な人だって紹介させてね。